岐阜県多治見市の住宅街にその店はありました。ここですね。ラーメンののぼりがあります。居酒屋さんですね。そこはなんと居酒屋。入ってみると女性がラーメンを作っていました。おすすめはクリアなスープに大きなワンタンが4つも乗ったワンタン麺です。なんか透き通って、スープが透き通って綺麗です。すごい、ね、美味しそう。結構じゃあいいですか。はい、いただきます。ワンタン具がすごいたくさん入ってて美味しいです。プリプリ、めっちゃ美味しいです。プリプリ、プリプリしか言ってないな。他に言おうかもしれない。ありますか。ないです。伝わります。食べ応え抜群の肉ワンタンとプリプリ食感が楽しいエビワンタンが絶品です。2つ入ってるの。最高です。それを作っているのは店主の森下彩子さん。私自身がワンタン大好きなんで、目の先の目標としてはこよなくワンタンを愛する人、ワンタン民を増やすこと。一度うちのワンタンを食べてくれた人はこれであなたもワンタン民って、と大いなる野望を抱く森下さん。どうして居酒屋でラーメンを出しているんですか。もともと私クシモンズさんの常連だったんですけど、自分でちょっとラーメンの経営をしたいなっていうふうにオーナーさんに話をしたら、お店を見つけてやる間ランチの時間帯お店使いませんかっていうふうに言ってくださって、でそのご声に甘える形でここで曲がり営業をさせていただくという。森下さんが切り盛りするワンタン麺の店タユタフは、多治見で人気の居酒屋クシモンズを昼の間だけ借りて営業している曲がりラーメン店なんです。店を貸してくれたクシモンズのオーナー伊佐治さん、廃業の相談を受けたのはおよそ1年前のことでした。当時二毛作のカレー流行ってたじゃないですか。曲がりカレーですね、はい。僕らもコロナ禍で結構厳しかった状態だったんで、うん、まあ、危機感もありましたし、自分自身結構森さんのことが好きなので、まあ、人として一緒に共存できる何か作れたらいいなっていうのはありましたね、はい。泣いてるの笑ってるの笑ってますありがたいです。伊佐治さんの協力を得て今年8月にタユタフをオープン。もちろんいきなりラーメン店を始めたわけではありません。ラーメン一杯にしてもいろんな味もそうだし具もそうだし、夢が詰まってるっていうのかな。作るのも食べるのも大好きそう、ラーメンが大好きなんです。しかも6年弱なんですけど、岐阜タンメンさんの方で勤めて副店長までやらさせていただいてました。去年10月まで人気ラーメン店で働いていました。そんな時、森下さんの人生に関わるある転機が。去年の6月ですね、離婚をしまして、娘と私の母親と3人で暮らしてはいるんですけども、自分が大黒柱になった以上は何としても家族を守らなきゃいけない。そこで自分が何ができるかって考えたら、経験が長い、まあ、ラーメン屋今しかないでしょみたいな。家族を養うため大好きなラーメンを極める決心をしたんです。ただいま。そんな森下さんにはもう一つの顔がありました。わすごい、完全オタク部屋ですよ。めっちゃここで絵描いてるスペースにはなるんですけど、はい、実は森下さん自作の漫画やイラストを描く、いわゆる絵師でもあるんです。すごい、今のね、コミケってことですね。同人誌即売会、いわゆるまあ、コミケとかが有名なんですけど、もうそういったイベントに参加するためにこういう同人誌とか、まあ、グッズを作ったりとかして、でそれを娘と一緒に、娘さんと一緒にやってる、はい。中学1年の娘ねねさんと一緒に活動しているんだとか。すごい、いいですね、一緒に。これ描いたの。描きました。
母ちゃんにも手伝ってもらって、親子のコミュニケーションでもあるし、ラーメンも大好き、絵を描くことも大好きなので、好きなことをとにかくやって自分の活力にするっていう、もうそれが今の幸せっていうか楽しみ方です。お母さんがラーメン屋さんやるって言ったらどう思う？最初はやっぱびっくりしたけど、好きなことをやってる時のお母ちゃんはなんかすごい楽しそうだから応援したいなって思いました。離婚して仕事を辞め、タユタフを始めるまでおよそ10ヶ月、その間に森下さんはある行動に。東京の品そば大和さんっていうラーメン屋さんがあるんですけど、そちらへ単身お世話になりました。ワンタンが大好きな森下さん、東京へ一人乗り込む、ワンタン麺の人気店で1ヶ月間みっちり修行したんです。やっぱ寂しかったけれど、なんか知らないところで一人で修行しに行くってやっぱすごいなって思いました。成長しました。言ってくれるやつ。スープは毎朝その日の分を仕込んでいます。煮干しですね。この2つの寸胴で魚系の出汁を、これはウルメだけ合わせるパターンと、こっちがサバとカツオだしと2種類入ってる形で、ちなみにこっちは鶏と豚の肉だしになります。さらに昆布や椎茸、干しエビなど別々に取っただしを最後に一つに合わせるんです。修行先の大和さんはラーメンっていうよりかはもう和食っていう感じなんですね。だから和食の基本なども学べたかなと。よし、完璧ですね。手間暇かけて作り出す奥深く繊細な黄金色のスープです。エビについてる見えない汚れを取り除いてくれる、これもやっぱりエビワンタンが美味しくなる一つの工程として毎日しっかりやってるんで。森下さんこだわりのエビワンタンは食感を楽しめるよう粗めに刻んで毎朝一つ一つ包んでいきます。このシワをしっかり作ることによって茹で上がった時美しく見えるんですよ。このワンタンちゃん可愛くないですか？愛たっぷりですね。肉ワンタンは国産豚を二度引きした滑らかな食感。ワンタンはしっかり妥協せず、でそれを引き立たせるための、まあ、スープだったりチャーシューだったりっていう、でもやっぱりその他のものにも手は抜きたくない。白醤油ベースの返しに自家製のチー油、旨味が折り重なった黄金スープを注ぎ入れます。そこに仕入れはこれ東京ですね、観音製麺さん修行先で使われてた麺と同じものになります。一番あのスープに合うのはもうこの麺だなっていう。東京から取り寄せ、のど越しの良いストレート麺を泳がせ、自慢の自家製エビワンタンと肉ワンタンを贅沢に2つずつトッピング。さらにこのメンマもスープがこうクリアなので映えるっていうのもあるし、その昔ながらのチャーシューっていうのをイメージして、どこか懐かしいジューシーな赤いチャーシューや三つ葉で華やかに彩れば、美しい森下さんが人生をかけた特製ワンタン麺の完成です。どっちも一個ずつ食べましたけど味が喧嘩することなく美味しいです。出汁がね美味しいですね、やっぱりいろんな味がする。あ、全部飲みました。飲み干しました。はい、美味しいです。どっかでここの工程省いちゃえとかサボっちゃえとかって、それをやっちゃ全て終わりなんで、とにかくこの味をブレさせないように全てにおいてやっぱ一つ一つは大事に、この味を岐阜の多治見で守っていきたいなと。